この黄色い板はですね、まあ、来た注文が70年代のようなタッチのシングルフィンというご注文なんですけれども、まあ、ただあの頃は意外に皆さんそれこそハワイがサーフィンシーンの中央だったわけですから意外に細身の注文が多かったんですけれども、まあ、最近ではレトロといっても、まあ、お年も召した方もたくさんいらっしゃいますし今の体重それと今自分が楽しんでる場所の波の特性に合わせて、まあ、同じレトロのタッチでも少しこうやって幅もあって厚みもあってなんていうものなんですけれどもですから実際のあの時代のものよりもちょっとこう広めのただレールのフルレールのローレールでイーグルノーズになってというようなところは当時の風合いをそのままに持っているシングルフィンです、はい、でこちらにあるのはまあタッチは似てますけれどもこちらよりは少しもう少しナチュラルなレールに肩を落としてありましてただノーズは同じようなイーグルノーズのタッチにしてありましてただこれはこちらよりももう少しいろんな波に対応が効くようなこれはクワッドのセッティングですけれどもまあこれはモデルとしてはクルーズフィッシュというモデルになります。裏見してもらってもいいですか。はい、裏見してもらっても大丈夫です。まあ、通常のロケットフィッシュなんかですとテールがもう少し直線的でズドンと来てもうちょい広いものですけれどもこれは逆に長さはもう少しありましてそしてその分ズドンとしている分をもう少しまろやかに幅も取ってありましてもう少しそういう意味ではいろんな波に対応が効くかなと思っております。まあこういったレトロタッチだけれども少し乗り味的には当時のものよりもちょっと一回りもうちょい進化を与えてよりスピーディーなものとなっていくと思います。はい、ありがとうございます。